お見たま市は、茨城県中南部の県央地域にある人口約5万人の、市。2006年3月27日に、茨城県東茨城郡小川町、東茨城郡みのり町、新張郡たまり村の2町1村が合併して、成立した。市内の東部に、航空自衛隊百里飛行場があり、民間施設として、茨城空港が併設されている。小川町、 みのり町、たま村の塔一文字を取って、おみたま市と命名された。これらのうち、小川とたまは、歴史ある地名だが、みのりは1956年のみのり村成立に、再し名付けられた新しい地名である。小川の流れや美しい自然とともに、玉のように輝き飛躍するし、小さな美しい宝物、あるいは小さな美しい心を持つふるさとになるように、 小さな玉が美しく磨かれていく、そんな夢の持てる死になるようになど、様々な思いが込められている。おみ玉は、使命決定前から、広域消防の名称として使用されていた。ちなみに、住民公募では、百里市が一位であった。霞ヶ浦と筑波山関東平野の一角にあり、霞ヶ浦に面する。合併前、茨城県庁の分類で、小川町、実里町は、 県央地域、たまり村は県南地域であったが、合併後は全域が県央地域となり、県の出先機関の管轄も変更された。陸運事務所も車のナンバーを、小川町、みのり町はミッドナンバー、たまり村は土浦ナンバーと定めていたが、同じ理由で合併後はミッドナンバーとなった。旧小川町旧みのり町旧たまり村、おみたま市発足前。 おみた市発足後変遷の年表9丁村ごとのチャート、おみた市で生産された茨城市 JTB 時刻表によると、羽鳥駅が中心駅の扱いとなっている。羽鳥駅は旧みのり町時代における交通機関の中心駅であった。しかし、小川地区や玉ま地区からは、隣の石岡市の石岡駅や高浜駅が資金であるため、羽鳥駅が必ずしも、 市の中心駅となっているわけではない。廃止された鉄道石岡駅、高浜駅を起点としたバス路線が市内を経由するが、小川、たまり地区とみのり地区を直接結ぶ路線は運行されていない。小見玉市内循環バス2013年10月1日から運行を開始した、羽鳥駅を起点とした小見玉市内を循環する循環バス。土曜、祝日は全線運休となる。 高速道路もよりのインターチェンジは、常磐自動車道の千代田石岡インターチェンジと岩間インターチェンジ、石岡を見たまスマート IC、東関東自動車道の茨城空港北インターチェンジである。一般道、ありがとうございます。